皆さんこんにちは。今回は私から皆さんにお知らせがあります。緊急でこの動画を撮らせていただいています。実はひかるさん宮迫さん CM 第3弾決まりました。さすが、やったやった笑わなかった、うまい、さすがさすがですね。やっぱ超ドキドキしたいや、てっきりね、僕もね、あそこで見たんで、はい、笑うかな、笑うかなと思って見たんですけど、うん、はい、笑わないね、女優だもん。もう女優って言っていいかな。いやいやいや、もうめちゃくちゃ緊張しますね、これ、ね、笑っちゃう気持ちすごい分かりました。いや、でもさすがです。いや、でもめでたい。ね。ね、もう緊張すぎて、うん、飛んでますけど、第3弾、そう。決まりましたね。ね、しかも今回はね、はい、いろんな初めてがあるんです。どうしたどうした、発表していきましょう。ね、もうどんどんいっちゃいますか。まず、はい、ドゥルドゥルドン、60秒CM が流れます。なんやって、すごくないですか。すごい、一回あったじゃないか、動画で、はい、60秒CM は歌詞がちょっと、うん、ね、闇感が出すぎてるなとか4つも5つもね、交差ダメポイントがありましたよね。ダメダメって言われたじゃないですか、はい、ええ、であれって、まあ、実は、まあ、テレ東さんというよりは、まあ、いろんな局さんの意見をまとめたのが、うん、ギュッとしたのがなったんですけど、はい、まあ、今回ね、30秒 CM 改めて好評だったんで、うん、テレ東さんにね、60秒どうすかって聞いてみたんですよ。ノックしてみたんですね。そう、どうさんどうみたいな、そしたら、OK、すごい。じゃあ曲はテレ東さん。あ、もう言っちゃったか。言っちゃった。嬉しくて言っちゃった。嬉しい、すごい。でもみんな知ってたと思ったの。テレ東やろうな。でしょうね。すごい。うん、じゃあテレ東さんで地上波初の60秒 CM が流れるんですね。うん、すだから最初のヒカル君のセリフとか、はい、うん、ブラブラブラって味です。うんうん、早口のとこ、はいはい。あれも地上波流れるんです。嘘。この宮迫ですもん。あ、そう。ちゃんと流れるんですか。2番の歌詞も流れるんです。変えなくていいの。あ、そう、よかった。戻れるかなでいいんです。やったやったやった、すごい、ね、すごくないですか。嬉しい、すごく嬉しい、うん、多分見てるくださってる、見てるくださってる方もすごい嬉しいと思うのは、うん、やっぱあれが元じゃないですか、うん、元ね、あれが元、うん、あの気持ちがあって、うん、じゃあ地上波に流すためにって作った30秒だから、まあ、ちょっとコンパクトに、うん、まあ、誰にもね、当たり障りなくしたのが30秒だけど、僕らの思いがね、やっぱこもってるのはそう、やっぱ60秒キャーってなってるのは60秒だから、あれが地上波のテレビに流れるんですね。そう、嬉しい。あ、皆さんのおかげでありがとうございます。すごいすごい。じゃあ、うん、発表していきましょうよ、ね、聞きたいことはいっぱいあるさ、はい、いつどこで何時にとかね、うん、そうね、はい、じゃあまずいつ、はい、いきます。ドゥル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 ドン、あさってです。出たまた急な話で、あさって6月24日はいはいはい、夜の水曜日、水曜日、うん、夜の8時以降。お、ちょっとちょっと、なんだろう、今まではね、怖怖何時から何時みたいなのありましたけど、うん、夜の8時以降。ちょっとね、今回ね、はい、番組が特別番組で、うん、長尺なんで、よりちょっと、ね、分かんないんですよ。え、あさっての、うん、夜の番組、うん、スペシャルってこと。じゃあ、そう、さあ番組名発表していただきましょう。どうぞ。はい、ずーっとテレ東音楽祭です。音楽祭、これね、僕ずっと前からテレ東さんに言ったんですよ、はい、うんうん、やっぱ今回って、まあ、CM でもあるけどやっぱり歌じゃないですか、はい、で僕はやっぱ宮迫さんの歌ってやっぱすごくうまいし、うん、歌として聴いてほしいなって気持ちがあって。確かにね、宮迫さんも100万人登録記念で、ね、うんうん、生ライブやるよ、配信するようなって発表もしてました、うん、やっぱり歌は宮迫さんにとっても聴、うん、いてるファンの皆さんにとってもすごく重要なコンテンツですね。そう、うん、でそうすると、まあ、当然テレ東さんの、まあ、いわゆるこの有名番組で、うん、流れるのも嬉しいんだけど、うん、テレ東さんって結構その年に数回かな、うん、まあ、もしかしたら1回わかんないけど、音楽祭ってすっごい長い番組やるんですよ。確かに、4、5時間ある番組ですよね。そう、6時半から始まるのかな、はいはい、6時半から10時ぐらい、10時、11時多分それくらいだよね、うん、4、5時間、すごい。そこでやっぱ音楽が流れてる中で、うんうん、僕らが勝手に音楽ぶちを入れちゃう。あ、CM のところでも音楽、音楽、音楽、CM でも音楽と、
そのと視聴者さんは、あ、音楽みたいな、歌、さらっと歌みたいな、そう入ってくれるかもしれないじゃん。確かに。そうすると、あれ、この上手い歌手は誰だと、宮田剛さんじゃないかい、あらららら。ちょっとこう歌手としての出演も兼ねてるみたいな。そう、勝手にやってます。勝手にですけれども、素晴らしい、ね、でも視聴率も相当いいと思いますよ。これね、前去年もね、うち流したんですけど、はい、多分テレ東さんの多分年間の中でもかなりトップ10、トップ5入るぐらい、視聴率が多分一番高い番組なん で、はい、でその中で60秒ガラッと流れる。で、当然宮迫さんの歌唱力アピールできるし、うんうんうん、あの光くんの演技、あれも全部流せるわけじゃないですか。すごい ね、いっぱいね、あれがね、テイク重ねて撮ったね、セリフも、うん、あってのあれがテレ東の声が流れる。鳥肌立った、ね、すごい、あ、楽しみです。いいですね、うん、確かに1分丸々歌ってるあの CM ってすごく珍しいから、ね、見てる方も、え、なんだろうって、ね、知らないで番組を見てる方もふっと顔を上げるようになりますよ ね、きっとね。サビが3回3回ね、ですね、うん、60秒の中に3回入ってます。3回あって、はい、感想もありの、うん、ないよね、その CM。 うわ、ドキドキする。絶対見たい、それ。これが地上波でついに。確かに。でただね、はい、やっぱあの前回も前々回もそうなんですけど、はい、テレ東さんって、まあ、あの言うても3500万世帯か、うん、大体、まあ、70% ぐらいの世帯さんが見れるような、うん、あのまあ、放送はカバーしてるんですけど、やっぱり 30% の方は見れなかったりするんですよ、うん、まあ一応テレビ東京ローカルではありますからね、うん、そうそう、うん、だからね、これを、まあ、今回、まあ、当然このテレ東を番組を、まあ、その 30% 残り 30% で流すわけにはいかないんだけども、うん、なんかね、このリアル感を一緒にやっぱりこう皆さんと共有したいなと思っていて、うん、そうです ね、 ね、うん、ということで、ロコンド音楽祭もやっちゃいます。ロコンド音楽祭。どういうこと、どういうこと、どういうこと、うん、ではね、あの6時半スタート、はいはい、まあ、6時半か7時ぐらいから、うん、生配信、僕らやったことないじゃないですか。やったことないです ね、確かに、はい、生配信しちゃおうぜ。あ、え、うん、田中社長と芹沢で、うん、わー、ね、初めて聞いた。24日、そう、空いてます。すごい、いいですね。生配信しながら、うん、じゃあそれこそ1回目の CM の時に、うん、光さん、宮迫さんがやったような感じで、うんうん、皆さんと一緒にこう見ながら盛り上がろうよと、 そう、その瞬間を。で CM の時に、うん、やっぱ伝えられるじゃないですか、うん、今流れたよって感じで、またおかえり宮迫さん。確かに、もうしつこいぐらいおかえり宮迫さん。いや、もうやっていきましょうよ。そりゃそうです、しつこいぐらいやっていいぐらい頑張って作ったから、ね、そうです、そうです。いいですね、うん、でもね、長いじゃん今回。そうですよ、5時間生配信ってちょっと聞いたことないです。多分ね、5時間の撮影にきついんだけど、無言ですよ最後。疲れたね。まあ 2,3 時間かな、うまく流れれば。そうですね、8時以降だから、うん、6時半から始めても、まあ、8時台流れたら 2,3 時間。そうですね、これがでもちょっと繰り越されたら、だんだんこうグダーッとなってくるっていう。恐ろしいですね。そっか、流れない可能性もあるのか、8時以降ってことは。そうで、ね、今までの統計を踏まえますと、うんうん、テレ東さん結構後の方に、ね、で前回の第2弾の時も最後の最後でしたもんね。一番最後だったからね、一番最後のコマーション。可能性ありますよ、11時台とか、ね、10時台ね、10時台とかね、10時後半とかね、ありますよそれは。まあそうなったら、そうなったらもう皆さん一緒に見てください。大丈夫かな。どうなるんだろう。でもね、テレザさん歌上手いじゃないですか。まあ、言うても音楽の方じゃないですか。まあ、まあ、好きではありますよね、はい、うん、歌っちゃえよ。え、テレビは映ってない状態で。映ってない、映ってないけど、アカペラよ。ひたすら流れる音楽をアカペラで歌っちゃえばいいじゃないですか、うんうん、もう最後の喉枯れてますよ私。5時間一人でもうカラオケでもそんなんやったことないです。もうね、ずっと喉超えてるから。歌わせますよ、もう田中社長の歌だってね、皆さん聞きたいですよ、皆さん逃がさないぞ。あ、でもいいです ね、その瞬間を共に皆さんと共有したいというのは、うん、私もそうだし、ね、皆さんもそうだと思うので、ね、嬉しい。そんな感じで、え、どこでやるとか、生配信を、うん、それはこれからじゃ あ、そうなのよ、決まってないのよ、ね、うん、そうですよ、どうしよう、今初めて聞いた。決まってない。僕もね、最近決めた。あ、そうなんですね、うん、じゃあちょっとそれはその生配信までのお楽しみで撮っておきましょう、ね、どうしようね、場所見つからなかったら。え、もうそしたら、そしたらもうご自宅押しかけます私。これ背負って、リラックも背負って、すいませんって来ましたって。なんとかね、探さないと。確かに、でも本当に豪華なね、
ゲストの方がたくさん出るので、ね、すごいらしいですよ、うん、やっぱテレ東音楽祭となると、うんうん、ね、もう本当に有名な方がたくさん出るみたいなので何十組もでしょ。そうと、だってあれ、そう、なんか小耳に挟んだんですけど、うん、田中社長の桑田佳祐のモノマネできるらしいじゃないですかお酒がね、結構入んないとね、出るかな、桑田さん、テレ東音楽祭出るかな。ロコンド音楽祭には桑田佳祐さん出ますので、ね、皆さんね、楽しみに楽しみに来ていただければと思いますそんな感じで、はい、あさって24日、多分ね、まあ、6時半か7時ぐらいから生配信、はい、始めたいと思いますので、もしよかったら、見てみてください。じゃあ今日もありがとうございました。ありがとうございました。